平成30年8月4日、比叡山延暦寺にて比叡山宗教サミット31周年世界平和祈りの集いが開催されました。開会にあたり、天台宗宗務総長戸田道雄より挨拶が述べられました。本年も比叡山延暦寺にお越しいただきました多くの参拝者の皆様と、天台青少年研修生の皆様に平和の願いを込めた折り鶴を折っていただきました。その折り鶴を壇上中央の平和の地球儀に満たしていきます。満たされた折り鶴は本年も広島の平和記念公園へ納めさせていただきます。続いて皆様とご一緒に世界恒久平和の実現を祈る法要を執り行います。法要は延暦寺一山住職のご出資により行います。次に森川光栄天台座主芸家によります平和祈願文の報読が行われます。方々が愛より心を一つにして祈りを捧げ継続をして平和を誓います。この後、本日ご出席いただきました各教宗派団体の代表の方々に壇上にてお祈りを捧げていただきました。教派神道連合会大本教主出口紅様、全日本仏教会副会長聖観音宗館長田中聖徳様、日本キリスト教連合会日本聖公会主座主教植松誠様、神社本庁副総長吉川道康様、新日本宗教団体連合会立正厚生会会長庭野日光様、世界宗教者平和会議日本委員会、世界宗教者平和会議日本委員会参与臨済宗東光寺ご住職法住元照様、世界連邦日本宗教委員会副会長カトリック長崎大司教区本部事務局長下迫英知様、イスラーム日本ムスリム協会会長徳増君明様、諸宗教代表天理教表統領御代理梅谷大一様、ローマ教皇庁駐日特命全権大使ジョセフ・チェノットゥ大司教様、天台座主森川光栄芸家、比叡山では比叡山宗教サミットを記念して毎年午後3時30分を期して平和の鐘を打ち、平和を祈り黙祷を捧げてまいりました。平和の鐘を鳴らしていただくのはワールドピースベル協会会長御代理森田照夫様、天台青少年の皆様です。今年もここに集うすべての宗教者が31年の間祈り続けた心を受け、同じ場所で同じ時に同じ願いを胸に決意を新たに祈りました。続いて海外からの平和メッセージ。ローマ教皇庁諸宗教対話評議会議長故ジャン・ルイ・トーラン枢機卿様のメッセージを、ローマ教皇庁駐日特命全権大使ジョセフ・チェノットゥ大司教様が代読され、戸田宗務総長に手渡されました。次は子どもたちから平和への思い。新日本宗教団体連合会西田幸乃さん、
続いて天台青少年研修生加藤良明さんに平和のメッセージを披露していただきました。人の助けになる方法はいろいろで、また子どもたちからの平和への思いを受けて、全日本仏教会事務総長戸松義治様より宗教者としての思いをお話しいただきました。なぜこういうことが起きるのか、一体本当に平和は来るのだろうか。この後、世界各地各宗教よりご参加いただいた皆様より頂戴したご意見や祈りの言葉を集約した比叡山メッセージの朗読があり、続いて平和の合言葉を会場の全員でお唱えしました。尊い命を大切にしよう。一つ自然の恵みに感謝しよう。式典の最後に延暦寺司行小堀光実より閉会の挨拶があり、比叡山宗教サミット31周年世界平和祈りの集いが終了いたしました。ありがとうございます。